それでは最初から手を挙げていただいているの堀田さん、簡潔にお願いいたします。フリーの堀田ですけど、猪瀬問題は来週にして、読売さんに出ていたんですけど、3月1日に夕刊なんですけど、政党職員に暴行ということで、なんかあれですか、維新さんはいつも数寄屋橋でやってますよね。数寄屋橋、うん、そこで要するに暴言を吐いたと同時に、東京維新の会の職員に体当たりしたということで、その人間が逮捕されたということが出てるんですけども、藤田さんと馬場さんには SP さんがついていませんけども、この凱旋などが多くなるんですけども、やじというものに対して、どこまで、認めますか、やじ、暴言かやじかは分からないんですけども。ちょっと、何の件を言ってるのか、合ってるのか分かりませんけれども、おそらく新橋の SL 広場の前で、毎月、東京維新を中心に凱旋をしていただいている際に、この間かな、3月末に、生徒職員が殴られたの、音喜多さんもやら絡まれて、それで警察が捕まえてくださったんですかね、ということがあったというふうに承知をしてます。でそれについてはもうあってはならないし、やっぱりこの言論でいろいろ主張される分にはよろしいかと思いますが、そのいわゆる力を持ってですね、そういうことを妨害するということはあってはならないし、でその言論についてもですね、先ほどあったヤジとは、私らもよくこの凱旋活動する中でそういう妨害を受けることはあります。それ現場の判断で言動だと思います。やっぱり周辺に一般の方もいらっしゃるし、ボランティアの方ももちろんいらっしゃるし、女性もいらっしゃるし、それから我々がこの本当に危機を感じるぐらいの、そういうこの圧力というか熱量みたいなことでですね、妨害行為に至られる方もまあいっていますから、そういった意味ではそういった方々にはご遠慮いただく、また抑えさせていただくということは、それはちょっと現場の判断でせざるを得ないかなというふうに思います。というのはですね、八王子市長選とそれについていた府中市長選で、小池百合子さんが応援に来たんですよね、その時に小池は朝鮮人慰霊碑に恋とかその謝れとかいうことを言っていた人がいたんですけど、ずっと言っていたんですけど、それに対して小池さんには SP がついてますけど、警視庁の SP さん2人と所轄の人1人それから船体の人間が、彼が凱旋者に行くということを止めてました。ただし彼はずっと喋ってましたんで、要するに抗議をしていたということに対しては、警視庁の SP さんも口を塞がなかったんですけど、それで小池さんも一度諦めてマイクを置いたと。それで終わって、そのままやって帰ってから、彼は逮捕されることもなく、それで SP さんも彼をリリースしたわけですけども、こういった凱旋の時にですね、そのようなクレームというか、その聞いている人が判断していろんなことを言うことに対してはどうでしょうか。つまり警視庁としては言論の自由があるということで、口を全然塞がなかったんですけどね。はい、これ我々、私も経験したことがあるんでよくわかりますが、我々がこう演説でいろいろ主張させていただいて、聴衆の方々に聞いていただくと、それが著しくこの妨害行為に近いぐらいですね、聞こえないとか、またはこう何か威力的なものを感じるというような主観的な判断になると思いますが、これ行き過ぎると、そういうものをある程度見過ごしていると、余計ひどい場合に、安倍総理の件じゃないですけれども、ひどいことに発展する場合もありますから、そういうことを言って抑止するということは私は認められると思います。ただ SP さんのちょっとレギュレーションがどうなっているのか分かりませんけれども、彼らは彼らの多分そのレギュレーションの中で適切に多分抑えてはるんだというふうに思いますから、その人の演説会に行って大声でわめき散らすっていうのは、
まあ、よろしくないでしょ、どう考えても、誰が見ても。だからそれは、行って我々も、その SP さんっていう公の立場の方々じゃなくて、自分たちのボランティアの中でも、まあ、チェックしてですね、抑止していくということはやるべきだろうというふうには思います。かつてこういったことで、ホタさん、さっき他にもいらっしゃいますので、すいません、時間が今日制約ございますので、さっき、じゃあ、後で、はい、すいません、ありがとうございます。